ダブロスはイギリスの長寿 SF テレビドラマドクター・フーの登場人物。脚本家テリーネーションが制作し、1975年のダレク族の誕生で初登場を果たした。ダブロスは主人公ドクターの大敵であり、ドクターの宿敵ダーレクの創造主でもある。ダブロスは数多くの科学の分野を習得した天才であるが、自らの創造物が最高かつ、 宇宙の支配者であるという古代妄想に寄りつかれてもいる。ダブロスは俳優テリー・モロイなどからアドルフ・ヒトラーと比較されることもあり、ジュリアン・ブリーチはダブロスをヒトラーとスティーブン・ホーキングを掛け合わせたものと呼んだ。ダブロスは惑星スカロノカレド族であり、サール族との千年に及ぶ過酷な消耗戦に従事していた。彼は著しく負傷して障害を負い、 多くのスピンオフ作品では、サール族が研究所を襲撃したためとされている。目を長く開けていられなくなった、彼はサイボーグ技術で作り上げた目を本来の目の代用とし、機能する腕も獲得した。さらに彼は生命維持装置としての椅子を開発して、自らの下半身とした。この生命維持装置がダーレクの設計のインスピレーションへつながった。 本来の下半身を失っているため彼は、椅子なしでは、物理的な移動ができず、さらに数分で死に至ってしまう。ダブロスの声は、ダーレクのものと似ており、電子的な、歪んだ声をしている。彼の喋り方は優しく瞑想的であるが、激怒した際や興奮した際には、ダーレクと同様のヒステリックな、けたたましい声を出す。日本語吹き替えは、旧シリーズでは、加藤製造。 新シリーズでは、あずまかクラシックシリーズと、新シリーズのダブロスダブロスは、テリーネーションが執筆した1975年のダレク族の誕生で、初登場した。ダーレクのコンセプトを生み出したネーションは、意図的に、ナチスドイツの思想形態に関連するダーレクの特性を、モデル化し、ファシズムの傾向が強い科学者としての創造主を考えていた。 ダブロスの肉体的な外見は、ダーレクの下半分に基づいて、VFX デザイナーのピーター・デート彫刻家、ジョン・フリードランダーが開発した。プロデューサーのフィリップ・ヒンチクリフは、ダンデアーのコミック・イーグルの登場人物メコンに、似せるようにフリードランダーへ指示した。ダブロス役の俳優は、ミッチェル・ウィッシャーで、以前に、ドクター・フーに違う役で出演しており、 フロンティア・インスペースやプラネット・オブ・ザ・ダーレクス及びデス・ツー・ザ・ダーレクスでダーレクの声を提供していた。彼は哲学者バートランド・ラッセルをもとにダブロス役を演じた。重いマスクをかぶっての撮影に備え、彼は頭に紙袋をかぶってリハーサルに臨んだ。フリードランダーのマスクは硬いラテックスで型を取って制作されており、口以外にウィッシャーの特徴は見て取れなかった。 特殊、メイクアーティストのシルビア・ジェームズは、マスクのトーンを暗くし、ウィッシャーの唇と歯を黒く塗って、境目を隠した。デスティニー・オブ・ザ・ダーレクスでは、デイビッド・グッターソンが、ウィッシャー用のフリード・ランダー作マスクを使って、ダブロスを演じており、この時マスクは可能な限りフィットするよう切れ込みを入れられている。テリー・モロイが、リザレクション・オブ・ザ・ダーレクスで、ダブロスを演じた際には、 スタン・ミッチェルが新たなマスクをデザインした。ダレク族の誕生で四代目ドクターが、ダーレクの創造を回避すべく、コンパニオンと共に惑星、スカロへ派遣された時、彼とダブロスが劇中で、初めて遭遇した。彼は、カレド族の科学者チーフ及びエリート科学部門の指導者として、スカロを占拠するサール族との千年戦争に勝つ。 ため新たな軍事戦略を開発しようと試行錯誤した。カレド族が戦争で使われている核兵器と生物兵器により進化しつつあることを悟ったダブロスは人工的にその過程を加速させた。彼は自らの移動装置をもとに設計された戦車状のマーク3移動装置に生み出した触手生物を保管した。彼は後にこの生物をカレド族のアナグラムから ダーレクと命名した。ダブロスは自身の創造物に心を奪われ、彼らを他の生命と比較して、究極の生命形態と考えた。カレド族が彼の計画を脅かそうとした際、ダブロスはサール族を誘導して、カレド族を絶滅させ、後にサール族もダーレクの手で大半を抹殺した。さらにダブロスは自身に忠実であったエリート科学部門の人員を、 排除し、残りをダーレクに抹殺させた。しかし、最終的にダーレクはダブロスに牙を向き、ダーレクの生産ラインを止めようとした彼の信奉者を抹殺した。デスティニー・オブ・ザ・ダーレクスでは、ダブロスは死亡していないが地下に埋まって、コールドスリープしていたことが明かされた。アンドロイドのモベランとの戦争に行き詰まっていたダーレクは、ダブロスを掘り起こして、現状の打破を計画した。 しかし、ダーレク艦隊は地球へ到達する前に、ドクターに壊滅させられ、ダブロスは人間に捕まって投獄、コールドスリープさせられた5代目ドクターの、物語リ,リザレクションオブザダーレックスで、人間の傭兵とダーレクの複製体に助力を受けた、ダーレクの正体により、ダブロスは宇宙ステーションの監獄から解放された。ダーレクは、モベランが開発したウイルスに対する特効薬の開発を、 ダブロスに要求したが、ダーレクを裏切り者だと考えたダブロスは、最終的にウイルスを解放し、ダーレクに抹殺される前に、彼らをウイルスで皆殺しにした。彼は、ダーレクを改良した新たな種族を生み出そうと格作したが、彼自身脱出を果たす前に、ウイルスに屈したらしく、ウイルスの影響を受けたことから彼の生理学的特徴が、ダーレクのものに近いことが伺えた。 六代目ドクターの物語リベレーション・オブ・ザ・ダーレクスでは、ダブロスは惑星ネクロスの極低温保存及び埋葬施設、トランキルリポーズに重病患者として隠れていた。ここで、ダブロスは、自らの頭部のクローンを作って、おとりとし、その間に、自らの肉体を改造して、電撃の発射と浮遊を可能にした。さらに彼は冷凍された肉体を使って、 自らに忠誠を誓う白いダーレクを開発したが、オリジナルのダーレクに囚われて、スカロへ拉致され、戦闘に突入した。ダブロスは皇帝、ダーレクとして、リメンブランス・オブ・ザ・ダーレックスに登場し、インペリアル・ダーレクと呼ばれるスカロを占拠した白と、金色のダーレクを統率し、灰色のレネゲード・ダーレクと戦った。この時までに、ダブロスはカスタマイズされた。 ダーレク仕様の外角に移っており、登場は最後のエピソードで皇帝の正体として明かされたのみであった。七代目ドクターはタイムロードの技術、オメガの手を使ってスカロの構成を超新星へ変え、インペリアルダーレクの母船とスカロを消滅させたが、皇帝の脱出ポットが船の崩壊の寸前に白い。 先行と共に飛び出したことをダブロスの船のブリッジにいたダーレックが報告しておりダブロス再登場のための布石が残された新シリーズのダブロス新シリーズではダーレック孤独な魂でダブロスが言及されており9代目ドクターが一人の大天才だオタクみたいに自分だけの世界が大好きなと説明しているダーレックの進化で10代目ドクターも またダーレクの創造主について感情がない方が強くなるとお前の創造主は考えたと述べている。公式にダブロスが新シリーズに登場したのは盗まれた地球でありジュリアン・ブリーチが演じた。このエピソードにてダブロスはタイムウォーの1年目にドクターの助けも間に合わず司令船が悪夢の子に飲み込まれて死亡したと思われていたことが明かされた。しかしダブロスは ダーレクカーンにより、タイムロックの外側へ救出され、自分の肉体を使って、ダーレクの新たな帝国を建国した。ダブロスは知識を要求されて、囚人としてボールトに置かれたが、彼の指示で、ダーレク艦隊は地球を含めて27個の惑星を、盗んで宇宙から隔絶された空間名デューサカスケードへ、隠した。続く、旅の終わりでその目的が、 ダブロスの究極の勝利を求めたものであることが明かされた。27個の惑星を動力源としてリアリティボムを起動し、電界に束縛されたすべての原子に電気エネルギーを与えて電界を相殺し構造を破壊してダーレク族を除く宇宙の全生命と現実そのものを破壊しようとした。しかし後にダブロスは予言者として信頼していたダーレクカーンが ダーレク族を滅亡へ追いやるために、彼を利用していたことを知り、十代目ドクターと、ドナノーブルに敗北した。ドクターは彼を救おうとしたが、ドクターの周囲にいる人間が旅の間に起こる、無数の死を介して、武器や殺人鬼に変貌したとダブロスは主張し、ドクターの助けを拒んで、決して忘れんぞ、この仕打ちよな。永遠に呪ってやる。お前こそ、世界の破壊者だ。 と叫びながら、炎の中に消えていった。ダブロスの部屋、ダブロスは、シリーズ9、魔術師の弟子と魔法使いの友で再登場し、崩壊から逃れて、スカロを復元し、ダーレク族から、延命治療を受けていた。しかし、健康状態が悪化した際に彼は、少年時代を想起し、ダーレク族の誕生に先立つカレド族の千年戦争の、 サナカに十二代目ドクターと会っていたことを思い出した。幼少期のダブロスが戦場で迷子になって、無数の手次第に包囲されていたところ、十二代目ドクターは、ソニックスクリュードライバーを投げて、彼を助けようとしていたが、ドクターは、その際に、少年の名前を知り、見捨てて運命に任せていたのである。ダブロスはドクターへの最後の復讐を追い求め、ドクターをスカロへ連れてくるよう、 コロニーサーフに命令を下した。ドクターのコンパニオンであるクララ・オズワルドがダーレクに消された際、ダブロスはドクターを罠にはめて再生エネルギーを放出させて事故を治癒して寿命を引き延ばした。しかしこの時に下水道で腐敗していたダーレクの残骸にも再生エネルギーが流れ、都市全体を揺るがす反乱が発生した。ダブロスの部屋から脱出を果たしたドクターは中に クララが閉じ込められたダーレクと遭遇し、クララの発した言葉をダーレクの外覚が慈悲という語に変換したため、ダーレクが慈悲の概念を持つことに気づいた。クララと共に都市を脱出したドクターは、ダブロスがなぜダーレクに慈悲の概念を持たせたかをひらめき、ダブロスの少年時代に戻って、ダーレクの銃を使って手地雷を破壊し、ダブロスに慈悲の心を教えた。これにより、 ダブロスがダーレクを設計した際に慈悲の概念が盛り込まれることとなった。2007年11月26日、クラシックシリーズのダブロスのストーリーをすべて収録した DVD ボックスセットがリリースされた。収録されているのはダレク族の誕生、デスティニー・オブ・ザ・ダーレクス、リザレクション・オブ・ザ・ダーレクス、リベレーション・オブ・ザ・ダーレクス、リメンブランス・オブ・ザ・ダーレクスの敬語エピソード。 ありがとうございます。